明治街道は、福沢諭吉と、慶應義塾の政治結社グループにより建築された、政壇演説公会堂。明治17年に、厚生館へと名称が変わり、小引町厚生館として知られた。中央区銀座3丁目14番に、中央区教育委員会による、明治街道跡の案内板が建てられている。慶應義塾は、明治8年にすでに、 三田演説館を設けて、三田演説会を頻繁に開催し、大井健太郎や植木江森といった、民権派の創始が数多くここから排出されていたが、慶応義塾外においても演説会場の必要性を感じた、福沢諭吉は、明治13年6月に、明治街道建築相談会を発足させて、文科生の馬場達衣、森下岩楠、飛田昌作、麻吹英二 渡辺恒吉らに、街道建築計画を相談。創立者同士の金子健太郎が、懇意にしていた全東京府知事、百合き美まの様式邸宅が空き家になっていたのでこれを、福沢に知らせ、この、百合の邸宅と所有地を買い取って9月に着工。設計者は、藤本重吉。明治14年1月に完成。年号よりその名を取り、明治街道と定めた。 当時、東京府下で一番の演説会専用の会場として、開館直後から連日客席は満員となる。福沢諭吉は、グロン、暴説を論じた弁士に対して、人々に無学視されざるよう求めたがパフォーマンスは過激さを増していった。明治政府は、このような演説会に対して、大いに警戒し、明治13年4月に集会条例を発布して、 予防線を張っていた。しかし、政府の圧勢を通列に批判する弁士と警官隊の衝突が次第に聴衆にとっての名物となり、巡査が壇上に乗り込んで創始と衝突する事象までもが演説会を成り立たせた。明治15年10月13日に行われた東洋儀正解の演説会では、牛場拓蔵春木義明が回収を務め、小栗さを、 増田勝則、末広鉄長、美浦・正人、大岡育造・育ク小江塚龍が演説した。また自由党の関係者も多く出入りし、大石正美、奥宮・武行、雨の森・マスもよく出入りした。同年の4月16日には、この明治街道で、立憲改新党首位賞及び、役所が承認され、改新党の決闘式が行われた。福沢諭吉は、 明治16年初頭には、街道の処分の方向を探り、岩倉ともみの仲介で、農商務省に売却。1883年1月11日、初めて西洋風舞踏会が開催された。明治17年に、厚生館と名称を変え、農商務省諸葛の公的な会館となった。以来、旅館や大日本農会の集会所、 大日本旧政官創立会、幻党会など、多種多様に利用された。また、明治13年からこの街道の別館にて、津田純一、相馬長種、金子健太郎、田尻稲次郎、小前扱角、目形種太郎らが、慶應義塾や館法律家の講義を行っていたが、同年9月に先修学校が発足するにあたり、明治街道別館を急ぎ改修して、 先修学校本校舎完成まで街道を曲がりすることとなった。その後もこの街道でキリスト教神徒がルーテル400年祭を開催するなどして使用したが、1923年の関東大震災で消失した。ありがとうございます。